ここで明日の木曜日、明日じゃなかったわ、来週の月曜日の木曜日を担当する方に宿題を出そうと思いますが、あ、こっちじゃなかった、皆さん何がいいと思いますか、来週の宿題誰なんでしょうね。オッケー、決めた、なんだったっけ今あー決めたのに忘れちゃった、あーちょっと戻りたい、コメント、あ、ハロウィンなんだね、もうそっか、な、来週のなんて書いたらいいんだろう、月曜日の方月曜日の方、月曜日の方へ、方へ、忘れちゃったからもう一回何しようとしたんだっけ、もう一回言ってなんだっけ、じゃあ何がいいと思う、猫いっぱい、ハロウィンだから、そういうあれではなくてなんだっけね、何書こうとしたんだろう、じゃあ OK、 ゆうな、はい、せーの、じゃーん、あ、字ちっちゃかったな、また月曜日の方へ、猫になって可愛い一言お願いします、ハロウィンが近いのではい、こんな感じですでも、まあ宿題さっさと終わらせようということで紹介させていただきます。月曜日の方へ、猫になって可愛い一言お願いしかな、消えてします、ハロウィンが近いので、ゆなちゃんかな、ゆな、ありがとうございます。月曜日は私寺田でございました、バイバイ。ということで、なんだろう、猫になって、なんか猫耳とかハロウィンとかあるかなと思ったら、特に何があるわけでもなく自力という、自力で、私は人間ですから何とも言い難いのですが、てかコメントがさ見れないのさ、これか、あ違うな、テロップとか言っちゃった、私がなんか投稿す、ああ、なんだろうか、一旦コメントを見れるようにしたいのですが、誰か教えてください、ですね、あ、そんなボタンありますか、私のところには、私のところには投票とか出てくるけどな、なんだろう、カラオケしかずっと出してくれない、なんでカラオケ多い、なんだろう、コメント見れないです、助けてください、システム変わった、なんや、あ、ということで他の携帯からちょっと見させていただくのですが、なんでだろうか、まあ後でいじろう、機械音痴、ということで宿題を猫になってやります、あ、でもなんて言えばいいんだろう、なんでだろう、タップして出てこない、なんて言えばいいだろうか、なんかコメント欲しいです、にゃんっていいだろう、寺田にゃんぜです、あ、なるほどね、もうちょっとなんかいいのかな、そんなんで好き、ありがとう、うん、分かった、じゃあやります、3、2、1、皆さんどうもこんばんは、寺田にゃんぜです、ハロウィンが近いということで猫ににゃってます
うん、お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうにゃん。はい、よくできました。とってもよくできたと思います。あ、そして宿題をやってる間に1万人の方が視聴してもくださってるのかな。ありがとうございます。どうだったでしょうか。お、よくできたというコメント、パチパチパチが多くてよかったです。やった甲斐がありました。はい、ということで相変わらず機械音痴な感じでスタートしましたが、青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、うーん、やるしかねえ。